このオープニング、それはプトレマイオス教だったに違いありません。まだ彼の兆候はありませんが、へへへ、変化のための楽しい時間を過ごしている必要があります。心配しないでください。それはおそらくそれほど遠くに届いていないでしょう。あるいは多分私は言うべきです。そのように私はそれほど遠くに行くことができなかったでしょう。別の厄介な敵を作成したようです。心配しないで、私はあなたの命を惜しみません。一つまたは二つの武器しか失うことができません。私はあなたを自信過剰の愚か者として解任できればいいのに。これについては悪い気分です。申し訳ありませんが、私のスーパートランスポーターキャノンを守ることが私の使命であり、交代はしません。あなたは発汗しています。あなたはもっと緊張しています。あなたは私に直面する準備ができていると思いますか？だからそれである。急死にはメリットがあります。いくつかの小さな生命がオフになっているため、世界は変化しません。私はあなたが何について話しているのか本当にわかりません。ガー、あなたはそれを私のように強く打つために魔法を使用しようとしていたように見える。早いものを引っ張りました。ええ、拳の戦いが好きなら喜んで対応します。あなたの最高の動きで私に来てください。早く完成させます。うん、あなたは私を怒らせようとしているだけなんだ。心配しないで、あなたが始めたこの戦いを終わらせます。怪我をしたくない場合は戻ってきてください。この人の世話をします。ああ、ナルフ大佐をカバーしたいのですが、彼の動きは早すぎてブロックできません。よくやった。私についていけ。あなたから来ているある種の中空リング。あなたはまだ発汗さえしていません。だから私が真剣になるのを見たいの？あなたはまだ私の本当の力を見るに値することを証明していません。上手。私は世界が絶望に陥るのを見る前に死ぬだろう男に思いやりを示すことはできません。かすかな微笑が男の顔を横切るように、巨大な大釜がラルフの上に現れます。それはこの世界の全ての邪悪な力で満たされているようです。 W、 あれは何ですか？大佐、急いで出て行け。その時、ラルフは包み込む黒い深淵を覗き込んだことを深く後悔している。しかし任務を終える前に敵に背を向けたり部下に怪我をさせたりする意図はない。ラルフは正面から落ちてくる巨大な鎌の打撃を受けるように自分自身を配置しますが、プトレマイオス教、戻ってきてください。もう少しとミラジョー。
AAAH? アチッと、大丈夫です。確かに目的は達成されました。今日はこれで十分です。軍隊、急いで武器を拾ってください。ミラさん、無理しないでください。直ちに。プトレマイオス卿、見て、戻ってみましょう。まだまだ時間があるようです。急いで死ぬ必要はありません。彼らが去ってしまった。クソ、私は彼が戻ってきた時に私は不機嫌だと怒鳴られることを楽しみにしていない。